ポーズを取らせるとこのような感じになります。めちゃくちゃかっこいいですね。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。 BB51A ロアーメオと BB51B ボニーです。それでは見ていきましょう。ということで、こちらゴニートイズジャパンさんからの提供をしていただいた商品になります。まあ、ただ自分でも買ってました。はい。まあ、ということで見ていきましょう。で、この犬なんですけれども、どっちもね、はい、犬で、これはこのロアーメオとボニーはリデコの商品となっております。肩はだいたい一緒ですね。はい、横こんな感じになっていまして、反対側はこうですね、まあ、赤か白かみたいな感じですね、だいたい。で、裏こんな感じになっております。この犬が4体合体してこう恐竜になるっていうシリーズですね。はい。まあ、という感じで。で、今回のこのロアーメオとボニーはこの胴体ですね。はい。この上半身と下半身を担当します。で、まだあと2体いるんですけど、そっちはこの足に変形するやつです。はい。ということで、早速開けていきましょう。中身を取り出すと、ロアーメオとボニー本体、そしてボックスチャージャーとカードと説明書が入っております。で、カードはこんな感じになっていて、なんかこう、電脳世界をこう走るロアーメオとボニーがこう描かれておりますね。はい。で、説明書は、まあ、それぞれ用意してありますね。で、まあ、ちょっとこっちのロアーメオの方見ていきますと、表面にこのビーストモードから、はい、ボックスモードへの変形、そしてボックスモードからビーストモードへの変形が書いてまして、裏側にこう合体モードへの変形ですね、上半身と下半身へのそれぞれの変形、そして合体のさせ方が載ってあります。ということで、早速見ていきましょう。ちょっとまずはこっちのロアーメオを見ていきましょう。後で比較していきます。ロアーメオの見た目こんな感じになっております。いや、めちゃくちゃかっこいいんですよね、これ。この特にロアーメオはこの白と黒をこう基調としていて、で、この赤のねクリアパーツが映えるっていうところね、素晴らしいですよ。で、これ犬って言ったんですけど、おそらく犬種はドーベルマンなんじゃないかなと思いますね。公式がそのなんだろう、モチーフこれですって言ってるわけじゃないので違うかもしれないんですけれども、この、まあ、足の細さとか長さとか、うん、あとこの尖った耳とか、ドーベルマンって赤ちゃんの時に耳切るんですよね、断児って言って。なので、うん、このね、細い立った耳がちょっとドーベルマンっぽいなと思って、はい、なんじゃないかなと思います。で、まあ、ちょっと見比べてみましょう。はい、ボニーとロアーメオこんな感じになっております。はい、結構ね、まあリデコとはいえ違いますよね。やっぱまあ赤と白っていうので、まあ、色がまず違うんですけど、クリアパーツも赤と緑で、武器の位置違います。はい、このロアーメオは体から生えていて、ボニーは足から出てます。で、さらに形も違いまして、はい、こちらボニーは刀っぽくなっていて、こっちのロアーメオはちょっとこうパトランプっぽいね形になってるんですけれども、若干警察犬っぽさもありますよね。実際にドーベルマンってこう警察犬としてね活躍してたりもするので、うん、非常にモチーフとしてこう理にかなってるというか面白いですよね。いや、でこの顔もね素晴らしいですよね。このなんかバイザー、全部バイザーになってるみたいな、うん、これもめちゃくちゃかっこいい。で、こっちのボニーは目が2つあるっていう感じになっております。で、このボディ見てほしいんですけれども、見てください、この、はい、これ、このプリント、めちゃくちゃかっこいいねプリントされてるんですよね。なんかレーシングカーみたいな感じのなんかボディしてますよね。このなんか若干こう空間隙間空いてて、こうなんか若干、まあ、ダクトっぽさとかもあったりとか、ね、うん、なんかこう走りやすそうみたいな雰囲気ありますよね、うん、っていうので、こうなんか、ね、レーシングカー的な、ね、雰囲気が僕はちょっと感じ取れましたね。はい。で、あとめちゃくちゃ面白いギミックがありまして、ここの
体の部分ですね、これがなんと開くんですけれども、ここを開いてあげるとなんと中からこちら骨が出てくるっていうこれがねめちゃくちゃ面白いんですよね。はい、これスモークボムって書いてますね。なんか発煙筒的なものでしょうね。はい、でこれを口にこうやって加えさせることができます。かわいい。でこっちのボニーの方は何なのかというと、はい、C4 ボム、 C4 爆弾ですねまあなので、まあ、軍用、こっちボニーはちょっと軍用っぽい感じしますよね。まあどっちもかもしれないですけど、実際にね、ほんとドーベルマンも結構軍用もね、うん、軍用なの活用もされたりしてるんで、はい、合ってますねっていう感じで。いやでも本当にスタイルがめちゃくちゃいい。であと結構大きいんですよね。あの今手元にあるんですけれど、こちらデルタもこの同じボックスサイズに変形するんですけれども、ちょっと身長がね違いすぎるっていう、ま、デルタが結構ね、うん、こうちっちゃめ、うん、詰め込まれてるあの変形なのでそうかもしれないですけど、それにしてもだよ、めちゃくちゃデルタ3体分ぐらいの高さあるっていうね、もう本当にこれだからね、本当変形もすごい考えられておりますね。はい、まあ、っていう感じです。で、まあ、もちろん稼働も素晴らしくて、まずちょっとお座りさせてみましょう。お座りさせるときはこの後ろ足をこう畳んであげて、で反対側もこのように畳んであげて、でこのようにちょっと足を、はい、ここでね、あ、ちょっと取れましたけれども、はい、ここがちょっとこう稼働するので、これをこうグッと、ね、稼働させてあげて、足を後ろにつけてあげて、で前足立てて、でこうやってあげれば、はい、お座りさせることができます。めちゃくちゃ美しい素晴らしいですね。はい、で、まあ、あとはこの、まあ、同じね、足をちょっと一旦畳んであげて、はい、こうやってね畳んであげまして、で反対側も、はい、こうやって畳んであげて、でこの前足ですね、この前足をこう前にして、こうなんかよくこうやって座ってるポーズとかもありますけれども、はい、こういうね座ってるポーズも取らせることができると。素晴らしい。はい、で、あの本当にそれ以外もこう体ひねったりとか、まあ、尻尾こうやって動かしたりとか、あ、そうそう、あとねすごいんですけれど、この首見てください。ここの首の部分、これを、はい、顔を上に向けると伸びる、で下に向けると、はい、収納されるっていう、この機能美、美しいですね。はい、で、まあ、もちろん口も開いて、でここにこのなんか3ミリの穴みたいなのがあるので、まあ、例えばこのメガディオのエフェクトとかをここに取り付けてあげれば、こうやってね火を吹いてるっていうね、まあ、感じにも一応することはできますね。はい、まあ、あとはここの骨に3ミリの穴ついてるので、ここで、ね、まあ、固定させるっていうこともできるっちゃできますね。はい、っていう感じですね。いや、めちゃくちゃ動くんですよ。はい、こうやって下向けたりとか、耳も柔軟に動くんで、はい、こうやって動かしたりとか、もちろんこの足もめちゃくちゃ動かすことができます。ポーズを取らせるとこのような感じになります。めちゃくちゃかっこいいですね。いや、本当にこの長い足、これめちゃくちゃ映えますね、ポーズ取らせると。でやっぱ可動も多いんでポーズ取らせやすいですし、でほんと各所に3ミリの穴が開いてるので、この体の下とか、あとはこの体の横の部分とかね、この足の横にもついてますし、いろんな箇所についてるので、こうスタンドをこういろんな箇所に取り付けて、こう自由にねポーズを取らせるっていうこともできますね。いや、ほんとこのドーベルマンをモチーフにしてる変形玩具って見たことないんで、多分ないですよね、これ以外に。なので、
なんかその希少性というか珍しさもあってめちゃくちゃいいですねこれ。それではこちらのボニーをボックスモードに変形させていきたいと思います。まずはこの、はい、骨を取り外してあげると。でこのロアーメオの場合はこの体についているこの武器を外してこっちの足のね外側にこうやって取り付けてあげてください。でそしたらまず尻尾これを、はい、こうやって収納してあげます。で次この部分分割されているのでここでくるっと180度回転してあげてここの、はい、突起あります。ここにこの足のこの穴ですねこれをくっつけてあげると、はい、で固定して足を畳む。でこの武器はこっちの前の方にどかしてあげましょう。で反対側も回転させてで、まあ、これですねこの足のこの飾りはこっちの太ももよりも内側に来るようにね、はい、してあげてください。でこうやってやって武器は前に持ってくるとはいこんな感じですね。でそしたらこの体のこの部分のパーツを開いてあげてで頭をこの隙間に入れてあげるとはいでこうぴったりはまります。でそしたらこの耳を後ろ側にこう回転させてはい収納してあげるとこんな感じになります。でそしたら次足いきましょう。後ろ足ですね、はい、後ろ足はまず一旦ここの部分ではい回転してあげます。はいくるっと反対側もここで回転してあげるとはい。でここヒンジがねたくさんあるんですけれどもここの、ね、ヒンジを利用してはいこうやってぐるっとねはい中央に足がここの真ん中に来るように動かしてあげます。反対側もここのヒンジを利用してこう真ん中にでその時にこの突起と突起をこう組み合わせてはいくっつけてあげます。こんな感じですね。でそしたらはいこの足のパーツこの足がこっち側内側に曲がるのでそのままはいくるっと90度回転させてあげてで曲げてあげると。でその時にこの足これはこの突起がある方をこう内側にしてこの隙間にねこうはめられるようにしてください。でその時にこの部分ですねこれをそのままあこれでいいんだはい。でこうくっつけてあげるとはいこうやって隙間に入れてあげてください。そしたらこの開いてたパーツは全部こうやって閉じます。はい反対側もはいくるっとね回転させて稼働させてでこの足を90度回転させて隙間にこう入れてあげるとで開いたやつを閉じる。はいで今こんな感じになっております。でそしたらあこれ足ちょっと一旦どけてこの腰のこの部分ですねこれをはいこうやって曲げてあげます。でこれなんか若干ちょっとここかなこのここの軸がちょっとこう無理にテンションかけるとちょっと怖い感じするのでこう両方押さえてここ上の部分をちょっと強めに押さえてあげてこうね、はい、曲げてあげてください。ではいこうやってはいこう直角にねはい四角になれば OK です。でそしたらこの足をくるっと回転させてあげてでここで、はい、この足の根元をこうやって開くんですけどこれ全部ね閉じてあげてください。開いてるとしっかりと変形ね完了できないのではい。でこの時にはいいろいろ、はい、ここのまず突起この突起をここにはめるっていうのとあとこの武器ですね武器をこういう向きに、はい、してあげます、はい、こんな感じで畳んであげてでこの突起を、はい、ここの赤の穴に入れてあげる。でさらにこの下の方の足の突起を
この太ももの、だったところの穴に入れてあげるっていう、ね、結構固定する箇所があるので、そこをしっかり確認しながら、僕はまず一旦ここの2つを、側面ですね、側面の方を、こんな感じで、はい、はめてあげまして、この下の足をの太ももにつけるっていうね、やり方をしております。反対側も、このように浮き畳んであげて、でここの隙間にこのブレード入れて、でここと内側のここをうまいこと、はい、固定してあげてから、下からここの突起をはめてあげると、はい、でこの時にこのヒンジね、さっきのねヒンジとかがこう曲がっていたりするとしっかり変形できないので、このヒンジとかもこう確かめてあげながら変形させてあげてください。でそしたら最後、この骨ですね、これをここの、はい、2つのコンセントみたいな穴に、ね、はい、こうやって差し込んであげれば、はい、これでボニーボックスモードになります。すごい、これのねすごいところが、合体モードにも変形するわけで、なのでこの犬よりも、あ、なんだろう、犬の状態の稼働よりもその合体モードの稼働とか、いろんな、ね、稼働とか変形が仕込まれてるわけなんですよ。なんですけれども、そこまでこう難しいこの手順ではなくて、まあ、しっかりとこうやりやすく変形させられてるっていうところがすごいなと思いますね。普通にこの単体だけでも十分楽しめるクオリティになっております。でこのボックスチャージャーに入るのかっていうのをね、やっていきましょう。はい、しっかりと入れることができますと。素晴らしいですね。はい、こんな感じで、で一応、はい、こっちのロアーメオも、ボックスモードにしてます。こんな感じですね、見比べると、うん、まあ変形は全く一緒です。はい、こんな感じになっておりますね。いや素晴らしいですね、本当に。これはではちょっと戻し変形もしていきましょう。まずこの骨を取り外してあげて、でまあ逆の手順ですね。でまずはここの上の足と下の足、これのロックをこう外してあげます。はい、でそしたらここのロックを外側にこう開いてあげて、はい、こんな感じですね。あー、でボールジョイントちょっと取れましたけど、はい、反対側もこのロックを外してあげます。でちょっと上にねこうどかしてあげるといいと思います。で武器もこうやって上に出してあげましょう。でそしたら、この下半身、これを腰からグッとね、はい、回転させてあげると。で、あ、ちょっと今取れましたけど、ここの、はい、部分のロック外してあげて、でこの足もまずここパカッと開いてあげてから下に下ろす。で下ろしたら、はい、こうやって畳んであげます。で足も前に向けると、はい、で、あ、これこうか、はい、こっち向きですね。で反対側も足を、はい、下に下ろしてあげて、くるっと回転させてあげると、で畳んであげると、はい、でこれヒンジを利用して前に向けてあげて、この部分で、はい、180度回転、反対側も180度回転と、はい、でそしたらこの足ですね、足一旦下に下ろしてあげて、頭を上に持ってくると。で体閉じてあげて、耳を上に、はい、くるっと回転させます。でこの足を下に、向けてあげて、はい、でくるっと回転させて、で武器はそのまま畳んで、これを外側に向けると。反対側も足を開いてあげて、でくるっと回転させて、武器も外側にして、で足前に向けると。でこの骨をこのパカッと開いて、この中に収納して閉じると。はい、これで落ちなくなります。はい、これでボニービーストモードになります。あ、この尻尾だ、尻尾ちょっと忘れてました。この
断尾した状態になってました。このドーベルマンって尻尾切る時もあるんですよね、この耳以外にも、はい、まあ、ということでこの尻尾を出さないことでこの尻尾をまあ切ってるっていう状態も一応再現できるっていうことですかね、はい、まあ、という感じで、いや本当にこれは単体買い全然ありだと思います。もちろん4体集めることで合体はできるんですけど、まあ、結構ね4体買うのちょっと勇気いるっていう人は全然一体買いありだと思う商品ですね。これはめちゃくちゃかっこいい。ということで今回のロアーメオとボニーのレビューいかがだったでしょうか。いやこれほんとドーベルマンっていうこのモチーフがめちゃくちゃいいんですよね。でこう可動もあるからこうちょっとこう動かしてるだけでめちゃくちゃ映えるんですよね。スタイルもいいし、うん、でめちゃくちゃかっこいいしね、はい。であとはやっぱ変形が面白いですよね。この 5×5×5 のこの箱からもうここまでこう広がる、うん、伸びるっていうかね、まあ、うん、本当この空間の使い方がめちゃくちゃすごいですよね、うん、こう職人技というか、うん、っていう感じなんだと思いました。で一応このゴニトイズの商品って Amazon でね購入できるんですけれども、こっちのロアーメオは去年の2022年の11月末に発売済みで、こっちのボニーは、今年の1月末、2023年1月末にもう発売済み、まあ、なので購入できるっちゃできるんですけど、 Amazon はもうすでに売り切れておりますね、ゴニトイズ公式のショップは。っていうぐらいめちゃくちゃね人気の商品なので、もう本当にあれですね、例えば山城屋さんとかイエローサブマリンさんとか、なんかそういうゴニトイズ扱ってる店舗でこう見かけたら、もうこれはぜひね、うん、こう一体でもいいのでちょっと買ってほしいなっていう商品だなと思いました。はい、で次はこちら、はい、この BB51C ジョーリエットと D クロードですね、はい、この2体もレビューします。で合体はまた別の動画で、合体だけの動画っていうのはね出そうと思うので、めちゃくちゃボリュームあるんでそれはそれでまた別にね、はい、楽しみにしていてください。ということで今回のね動画いいなと思った方、ぜひチャンネル登録や高評価、 Twitter、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。